ミハイル・アレクサンドロビッチ・ショー・ロホフは、ロシアの小説家である。レフトルストイにつながるロシア文学の伝統を受け継ぎ、ソビエト文学を代表する作家としての地位を占めている。南ロシアドン地方のドン川下藩にあるコサックの村、ビオシェンスカヤの商人の家庭に出生。15世紀から自治と自由を守り続けたコサック社会に、強い影響を受けて育った。中学校在学中に、 ロシア革命が起こり、石英軍に加わり革命委員会の食料、調達係として、ドン地方を転染。その体験を文学作品として表現するために、作家になろうと決意した。モスクワに出て、石膏や妊婦などとして働く傍ら文学の勉強をし、1924年、北デで文壇にデビュー。その後、短編集、ドン物語とルリ色の荒野を観光し、 作家としての地位を確立した。1925年、ドンに帰郷後はほとんどこの地を離れずに創作活動を続け、ロシア革命前後を背景に、古作社会の移り変わりを雄大なスケールで描いた代表作の四部大長編、静かなドンの執筆に専念。描写が中立的なため、発表当時にはソ連内で政治的曖昧さを指摘されつつも、 1941年の第1回スターリン賞を受賞。世界的な名声を獲得した。同作はソビート文学の最高傑作の一つと言われる。また、この長編と並行して農業集団化政策の実行過程で様々な矛盾と混乱をはらみつつ進行する1930年代の農村の改造を主題とした長編。開かれた諸女地を書き、 第一部を1932年に発表。第二次世界大戦中の中断を経て、第二部は1960年に完結。他に長編、彼ら祖国のために戦いり、戦争によって何もかも失った兵士の人生を描いた短編、人間の運命や子馬などがある。第二次世界大戦中は従軍作家として前線に行き、プラウダ神などに、 多数のルポルタージュを発表した。さらにナチスの残虐さを描いた短編、憎しみの科学を発表。1937年に最高会議大議員に選ばれ、1939年からソ連科学アカデミー会員。1965年にはノーベル文学賞を受けた。小ロホフはこれらの受賞で得た賞金を使って地元に、 学校を建て、1966年には、日本訪問も行った。1969年以降は著作活動を、ほぼ休止し、病死エンスカヤに住み続けた。ただ、1973年には、ソ連共産党宣伝部の第一副部長だった、アレクサンドルヤコブレフが行った、ロシアナショナリズム批判に対する強い反論者の一人となり、結果として、 ヤコブレフを中カナダ大使へと左遷させることになった。そのヤコブレフが理論面で活躍することになるペレストロイカ政策を行ったミハイル・ゴルバチョフ政権が登場する前年の1984年、陰ガンにより死去。その年のうちに、ビョーシェンスカヤの町を含む宿名がビョーシェンスカヤから彼の名のショーロホフへと変えられ、ソビート連邦の崩壊でこの地域が、 ロシア連邦となった後も使い続けられている。ありがとうございます。